皆さんこんにちは。今回の動画、ダイニーサクト2最新278話を紹介していきます。前回の277話、下の概要欄に貼ってあるので、気になる方はチェックしてみてください。あ、この動画を最後まで見ていて思った方、高評価よろしくお願いします。それでは本編、最後までご覧ください。前回の277話では、276話の続き、青銅先発のクリアが3番サード目と4番山岡、計2名のバッターと対戦していました。ツーアウトランナー2塁、このケース打席には3番サード目を迎える。サード目は今回の決勝戦1打席目はワンアウトランナー3塁のチャンスを生かすことができず、センターフライ。2打席目は2-2からの5球目、サード目はボールだと思い見逃すも、クリアが投じたボールは枠の中に入り見逃し三振で終わっています。つまりサード目はこの試合現状3番バッターとしての仕事ができていません。クリアとサード目の同級生対決3回目、一体どんな対戦となったのか。クリア対サード目、3回目の対戦。この対戦は1球しか描かれておらず、サード目はクリアが投じたインハイのまっすぐを見極めフォアボール。ツーアウトランナー1、2塁とイナイツはチャンスを拡大していました。ちなみにフリアはこのサード目に許したフォアボールでこの試合5個目となっています。ツーアウトランナー1、2塁、このケースと隙には4番山岡を迎える。青銅キャッチャーみゆきは山岡との3回目の対戦前にタイムを取り、フリアの元へ。ミーティングの内容としては、山岡の1、2打席目は変化球中心で攻めていったため、今回の3打席目はまっすぐで押し切ることを決行。山岡は今回の決勝戦1打席目は縦スラに苦戦し、2アウトランナー3塁というケースでありましたが、ショートゴロに終わっています。2打席目も縦スラやスプリットに苦戦、最後アウトコースへのまっすぐで空振り三振に終わっています。山岡もこの試合現状4番バッターとしての仕事はできていませんが、前回の277話の主役は山岡陸。前回の277話では2つの回想シーンを挟みながら山岡についての最新情報が判明。最新情報としては、山岡にはサインが出ない。山岡は2年秋田後の練習試合で思うようなバッティングができず、国友監督から指導を受けていました。山岡には現在プロ野球選手となっている原田のようなキャッチャーとしての思考回路を生かすバッティングを求めていなく、一振りでピッチャーを絶望に突き落とすことができるバッティング。山岡はこの国友監督からの指導後、ロングディーなどをし猛練習。練習試合でもホームランを打って結果を残した結果、山岡は国友監督からサインを出さなくても良いぐらいになるまで成長。ちなみに国友監督といえば、4番バッターにスクイズのサインを出すぐらいのチーム野球を掲げる監督。そんな国友監督、山岡にはサインを出さない。これは伝統であるイナイスの歴史上でも初めての男と紹介されていました。そうなると現在の山岡は、先ほど登場した原田の3年夏の時よりも上。山岡は原田のようにキャッチャーできませんが、プロ入り確定。そんな国友監督から絶対的な信頼を得ている山岡の3打席目、一体どんな結果を残したのか。クリア対山岡、3回目の対戦。この対戦も1球で決着。三宅は予定通りクリアへまっすぐを要求。しかし要求したボールは真ん中高めへ。このボールに山岡は対応し、バットに当て打球はレフト方向へ。レフトスタンド磨け、高く上がったが押し切れなかったと山岡の一言。この打球に対して青銅レフト麻生は必死の背走。フェンスを恐れず見事、打球は麻生のグラブの中に収まるもフェンス直撃、しかも頭から。このフェンスに直撃した影響でボールはグラブから出ているのか出ていないのか、結果が不明なまま277終了。ここでのポイントでは、本日のメイン最新278話を紹介していきます。最終話の方では5回の裏と6回の表の内容が描かれていました。今回の278話では276話から始まった5回の裏完結、また277話で決死の敗走劇を見せた青銅レフト麻生のプレー結果が判明。結果から言うと、麻生捕球に成功。麻生のファインプレーで青銅は最少失点である1対0のまま6回の表へ。
もし麻生が落球していた場合、2アウトということで2対0は確定。また球場にいた観客自身では3対0になっていたかもと話していました。なおこの麻生のファインプレー後から6回の表が始まるまでに起きたこと。まず1個目は麻生が担架で運ばれる。麻生は今回のプレーで捕球に成功しましたが、頭からフェンスに突っ込んでいた。そのため大事を取って審判が呼んでくれた担架に乗ってベンチへと向かいました。続いて2個目は次のレフト。麻生は今回のプレーで頭からフェンスに突っ込んでいましたが意識あり。しかし万が一のことを想定して聖堂ベンチは麻生の代わりとなる選手を準備。少し落合コーチが反対気味でしたが、今大会1年生ながら4試合にスタメン出場している結城正志が準備。ちなみに落合コーチが反対気味になっていた理由はレフトの守備力。今回の決勝戦は1点が勝敗を分ける。落合コーチ曰く、結城のバッティングはともかく守備の面で麻生の代わりには到底なれない。また参考戦の時のような結城が絡んだ失点は聖堂としては避けたい。次3個目は沢村が準備。今回のプレーで麻生はフェンスに突っ込んだ影響で腰から地面に落下。心配した麻生の元にはセンター東條とショート倉持、そして沢村。麻生は今回の決勝レフトを務めているため東條と倉持が駆けつけたのは分かりますが、沢村ベンチから。なぜ沢村だったのか。個人的な見解としては麻生の元へ来てくれた沢村の右手を見るとグローブを持っていた。その後6回の表が始まる寸前に沢村は再びブルペン入り。ということは沢村は再びブルペン入りするついでに麻生の状態を確認しに行ったため、沢村も麻生の元へ来ていた。ちなみに球場全体が麻生のことを心配している中、聖堂キャッチャー右はクリアをケア。山奥になった打球はフェンス手前で失速した。失速した理由としてはプレーのまっすぐは山岡のスイングに対して押し負けていなかったから。つまりフリアのボールはまだ力がある。万が一を想定して聖堂ベンチはレフトとして正志を準備。この結果からフリアの6回の裏続投確定。この三木のケアがあるとないとでピッチャーのメンタル的には相当助かっていると思います。今回の278話から6回の表がスタート。6回の表は5回の表で9番麻生が最後のバッターため1番倉持から始まる。倉持は今回の決勝1打席目はワンストライクからの2球目、わずかにウィーターまっすぐを逃すことなくサード矢部の横を抜けるレフト前ヒット。2打席目は鳴宮が両サイドをまんべんなく使用後の4球目、アウトコースのまっすぐに対応できず空振り三振。この回から3巡目に入る聖堂、一体先頭である倉持の3打席目はどんな結果となったのか。対倉持3回目の対戦。この対戦イナイスバッテリーの考えとしては倉持を止めたら傾いて流れは戻せる。そのためキャッチャー樹は慎重に攻めていくことを決定。1球目からアウトコースへまっすぐを要求。しかし枠から外れワンボール。2球目も樹は速いボールを要求。コースは違いましたが見事枠の中に入った。バッターの倉持はファウルにするのが精一杯、ワンストライク。3球目球種名は不明でしたが変化球が勝番となり2ボール。4球目鳴宮は倉持を追い込んでいませんでしたがウィニングショットであるチェンジアップを投じる。この後に対して倉持は空を切ってしまい2ストライク。鳴宮は4球目にチェンジアップを投げたので一体どの球種を決め球として投じるのか。そして5球目鳴宮は決め球でどんな球種を投げるのか。また追い込まれてしまった倉持はその決め球に対応できるのか。こういった気になるポイントが判明してないまま278話終了。以上今回は第2作と2最新278話を紹介しました。次回パートは278話深掘り動画で取り上げようと思っています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を見ていて思った方、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。あと Twitter とインスタもやっておりますので、フォローの方お待ちしております。